こんにちは、カツオです。カツオの部屋へいらっしゃい。今回からね、鬼武者をプレイしていきたいと思います。このゲームはね、12月20日にプレイステーション4用ソフトで発売されたですけれども、過去にね、プレイステーション2でね一度出た作品が、リマスター化されて出たソフトですね。この鬼武者はね、私カツオ当時プレイステーション2で、プレイしておりました。とても面白いんでね、やったことない人、見たことない人にはもうぜひ見てもらいたいなと思います。それでは早速プレイしていきましょう。搭載設定なんかいいか、音量いいかな、うん、いいか。よし、では初めからやっていきましょう。レベルだね。難易度優しい通常。まあみんなを知ってる通りね、私カツオゲームは好きだけど下手くそというこの救いようのない救いようのない感じだけども、まあ通常でいこうかな。やっていきましょう。鬼武者、カプコンプレゼンツと。ああ映像がすごい綺麗になってますね。これはいい、感動だ。ああ懐かしい。ああ金城武史と、この鬼武者1なんですけども、鬼武者1の主人公はなんとあの金城武史さんが、モデルとなっております。安定のイケメンですね。ここはちょっとグロテスクなシーンなのでね、見る人はね注意してね。はい、出ました、織田信長です。死ぬは一条、者ども死ねや。すごい戦ですね、戦。さあ来るか来るか来るか。信長め、ついにやったか。ああ金城さん、金城さん演じるのは、明智様の助という、お侍さんですね。ん、明智だよな、確かだよな、うん、明智様の助だな、うん。戦に勝ったと思ったら弓で首を射抜かれてしまうという結末ですね。
之助、間に合わず。鬼武者、死んだはずのね信長がよみがえっていると。兄のごとくお慕い申し候、様之助様、お願いのことこれあり一筆申し参らせ候。稲葉山城は呪われて候、夜な夜な怪しき物抜けが徘徊し候、女中近所行き方知れずに愛の理想老こと相次ぎ、恐ろしきこと限りなし。噂にては物抜けは人を喰らい地の底に引きずり込み候、兄義辰に訴え候来ども、尾張との戦迫り候にて、それどころではなき有様にて候、先に父道三殿と兄義辰殿との戦にては、様之助様とは敵味方に分かれざるを得ず候、数年の月日が経ち候来ども、雪が御頼りにし申し上げ候は、幼なじみにていとこの様之助様お一人のみにて候、この文がお手元に届き候来は、ぜひに雪を助けに参らせ候。雪は一日先週の思いでお待ち申し上げ候。永禄三年8月20日、雪様之助様参る。こちらです、様之助殿。姫様を本丸に連れ去ったとしたら道は二つしか考えられません。今は使われていない百曲り、もしくは北側の大手道です。楓、俺は北に行く、お前は向こうから回ってくれ。分かったわ。はい、とでは姫を助けに行きますか。お、今触って思ったけど操作があれですね、ちょっと変わってますね。もののけが来ましたね。おっと、ウケイメ、おい雑談を使うなよ。これL1 で構える、構え、ガードだっけ。
すごいさ、ストーリーに集中したいんだけど、様の机の手がすげえ痙攣してるのが気になる。プル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 してるもんな。おーっと、でかい、でかい。死ぬよね。雪姫。様の助、目を覚ませ様の助。力を授けよ。我らは現場に滅ぼされし鬼の一族。様の助、現場を倒し魂をその小手に封じよ。これは様の助、現場を滅ぼすんだ。化け物の力をくれるっていうわけか。この小手で腕が引きちぎれるまで戦いって。はい、ということでね、サマノスケ、鬼の力を得ると。まあこれは、まあ鬼の、この鬼武者ってのはどういうのかっていうと、通常の人間では幻魔は倒せないんですよ。さっきも戦ってるのを見れば分かる通り、全然ダメージが入ってないんですよね。人間の武器では倒せないのが幻魔なんですよ。で、幻魔を唯一倒せるのがこの鬼の力を持ったね、まあ鬼武者じゃないと倒せないということで、で、鬼武者の力を主人公様の助は授かったというわけですね。で、まあこの書いてある通りですね、敵を倒すと、魂が出現するんですけど、それを×ボタンで吸い取ることができるんですよね。の種類も、まあ、3種類ぐらい魂の種類があって、まあ、アイテム強化とか気力を回復、体力は回復と。で、この戦術核でいいのかなって呼び方だってのかな。まあこれが、まあ鬼の武器、鬼の刀というかを使えるんですけど、それに、まあそれぞれにその技みたいなのがあるんですけど、それが使えるんですよね、三角ボタンで。で、使用するたびに気力が消費されるということで、まあ、魂吸収で、その気力を補充していかなくちゃいけないと。あと、まあ強化ですね、魂を吸収して、その魂を使って武器とかも強化できるということですね。で、今まずプレイして思ったんですけど、多分ですけど、なんか声が変わってる感じですね。主人公様の助もなんか声のトーンが違うんですよ、多分勘違いじゃなければ。で、これがまあセーブできるやつですね、保存と。で、さっきの鬼の
一族の方の声も多分違いますね。よし行きましょう。おーっとやられてる、みんなすごいやられてる。多分声はこのリマスターするにあたってまたもう一度取ったのかな。で×ボタンで魂吸収できると。おトロフィー獲得、我が力となれ。これは何だろう、魂を吸収したからかな。早く来い早く来い。おっと化け物、おい中に人が、諦めろ、おいふざけんな。あれ致命の攻撃ができなかった。致命攻撃できないっけか、倒れてる時に。楽しいシュート、ういっと。じゃ行きましょう。おいここ開けろ、化け物俺が倒した。どうするよ倒したって。うん、やっぱり声違いますね。お前ら、悪い、本当に申し訳ない。お前たち一体どうしたんだ。あいつらどこからともなく現れて襲いかかってきやがった。この分だと本丸も敵に襲われてるかもしれません。本丸はこの先か。はい、そこから伸びる林道が本丸への近道です。分かった。ああぐったりしますね。魂吸収と、お薬草を取りましたね。おっと、おります。うわー、このコウモリの音にびっくりするわ。いた、うい、いた。あれどうやるっけ、なんか構えみたいのなかったっか。あ、これですね、致命攻撃、倒れてる敵に対して。あ、 R1 で構えたなこれ。うんで、まあ、ガードを L1 でもいける。うん、このステップができるんですよね、構えしてると。宝箱、地図ですね。はいっと、この即身仏でいいんだっけかな。この寺を守護する立場にあったもののようだな。緑色の巻物がある、取りますか。はい取ります。なんていうんだろうこれ、草原、草原ゆ、草原ゆき、なんだ草原の書、違うな、わからん。いずれこの書を手にする勇気ある者よ、邪念を払い我が声に声、うん、我が声に耳を傾けよ。現場に殺されし人々の念を封じし、鬼の、鬼の、なんだっけこれ、コテ、コテありき、コテでいいのかな、世に隠れた、世に隠れた殻、殻と、殻でいいのかこれ、と交わりし時、万物に宿る死から世に解き放たれん。鬼の妖力なくして現場に太刀打ちはできぬと知れと。さっき言った通りですね、人間の武器では倒せない。ということで鬼の武器を、手に入れないと倒せないと。
と。お、2体ラッキー。よいしょ。これなんか何もなかったっけか。気のせい。俺の勘違いか。あー巻物ですね。これ結構長い？あーまあ。私と草原っていうのかな、これ。草原和尚はこのところ巷に起きる神隠しをするもののけを追ってこの洞窟に足を踏み入れた。どうやらここは悪霊の巣窟らしく、うぞうむぞうの悪霊たちがはびこっている。悪霊は自らを幻魔と呼び、光を嫌い地に潜み、人間が生まれるはるか昔から存在していたようだ。和尚はすでに洞窟の奥へ進む決意をされている。確かに草原和尚の法力なら悪霊を退治できるだろう。私には少しばかり絵心がある。悪霊を恐れぬ勇気がある。どこなんだっけ。あ、さればこれから目にする事実を筆に託して書き記していくつもりだ。おそらくそれは歴史に残る中で最も奇妙な書になるに違いないと。なんて言うんだこれ、祭名っていうのは。あいっと、これなん、これし芝伝っていうのかな、なんて言うんだろうプレイしてるのに分からないで。これが、鬼のコテにはめる弾ですね。これをはめると、武器が使えると。で、第一の武器が、雷属性の武器と。かっこいい。で、これですね。今あれ使ってたな、この。ん？これですね。今あれ使ってたのが。雷の属性を持った弾、装備すると雷の力を宿した。何、雷山刀っていうの？何の？が使用できる。うん。ですね。メニューはこんな感じですね。おっと。出た。この四角形の箱。これは、まあ、見た通りですね。1346と、書いてある通りですね。だから順番通り123456と、なるように回転させればいいですね。で、左上にあと3回転と、決められた回数の中でやらなくちゃいけないと。これはここでいいのかな。こうですね。まあこんな感じに。そうすると仕掛けが解かれて開くと。よいしょ。宝箱、奇跡を取った。この奇跡当てた。これね、私かつこれね、すんごい苦手。これ解読すんのがね、すごい苦手なんですよ。強化できんのかな、これね。どっちをやろうかなこれ武器まず強化すれば攻撃力とかが上がるんだっけかな。強化できるんですけど、こっちの弾も強化しなくちゃいけないんですよ。封印を解くための。どうしようかな。まずいいかとりあえずセーブしておきましょう。よいしょ。で、今、コテにね、雷のね、あの、弾をはめてるから、
これで封印が解かれて先に進めるという感じですね。おっと、倒し、奇襲、うい、はい、地図ね。はい、でこれが稲葉山城。あぶね、やめろやめろ、かわし奇襲、いた、やばいですね、体力がちゃんとガードしていかないと。ちょっと薬草を使おうか。あ、これも使っとこうか。記録の最大値を上昇、奇跡、確かこれ体力の上限上げるやつもあったはずですね。 OK、 薬草使いますか。はい、お、嘘、お前さっき倒したやん。いた、うそ、これが技ですね。楽しみにしよう。確かこっちじゃないといけないです。うそ、ヘピリコシだぞ。大丈夫か。英雄の条件、トロフィーゲット、薬草、これ確かこっちまだ行けないよね。だよね。ドンが必要ということで、あれだね、さっきゲットしたこの縄ばしこですね、使用しましょう。おります。あー、これ仕掛けってやつ。丸薬強化しようか。どうしようかな。薬草ちょっと、あ、足りない。あ、1個やったよね。いいよね、魂の有効活用、あ、有効利用。どうしようかな。強化したところでだよね、多分あんまり変わらないよね。セーブしよう。まあ、ゲームやってる人なら分かると思うけども、これはね、ボスの雰囲気ですよね。しつこいぞ虫けら。ユキミはどこだ。ちょうどいい、腹が減っていたところだ。お前を食ってやる。そこを動くな。おっと、これはガードできない攻撃か。
とね、あれだね、昔のやり方の方が俺は慣れてるから。あ、やべ、これはダメだ、ガードできないんだって。だからやめろ、置き攻めはやめてください。うわー、これもダメか、ガードできないか。おいっと、置き攻めやめろや、危ない。ちょっとね、弾薬を使いましょう。危ない、危ない、早く早く早く。おっと、危ない、逆道だよ。あ、突進してくる、あぶね。よし、雪辱。ザコメ、今度はお前がネズミの餌になりやがれ。はいはいはい、魂ゲッチュー。あ、サイミョさんの解説書ですね。私は育児のない人間だ。私は臆病な人間だ。未熟な人間だ。和尚が幻魔との戦いで瀕死の重傷を負ってしまった。私は何もできなかった。和尚の盾になることも、助けになることも。和尚は傷ついた体を私に洞窟の入り口まで運ばせ、即身仏になるための修行を始められた。最後の力で結界を張り、この洞窟に幻魔を封じ込めるつもりなのだ。和尚は巻物と玉を私に託し、洞窟を出ろと言った。それが最後の言葉だった。この時ほど自分を恥じたことはない。私は和尚のことよりも、自分がこの洞窟から無事に生きて出られたことを心の奥底で密かに喜んでいたのだ。巻物と玉を隠し、私は即身仏となった和尚のもとへ戻った。私に和尚ほどの法力はない。できるのは命の限りに幻魔を知り、後世に書き残すことだと、ということですね。だから先ほど玉が置いてあったところの即身仏は、あの宗元さんだっけかな、だったってことだね。おっと、なんかもうちょっと人が作ったような建物じゃないよね、ここ。うげ、美しい、血が滴る。こいつも私の手にかかれば。ん、なんだこの匂いは。誰だそこにいるのは。なんだ、人間か。てめえのゲームか。大した口の利きようだ。お前のような威勢のいい奴に会うのは信長以来だな。信長？いい方を教えてやろう。桶狭間で死んだ織田信長を蘇らせたのはこの私だ。信長は我ら幻魔と契約を結んだ。未来永劫幻魔に尽くすとな。あ、そうだ、ついさっきできたばかりの新しい息子を見せてやろう。いけるガルド、そいつの腹をかっさばき、舌たぶちを好きなだけ飲むがいい。また気持ち悪いのが出てきたよ。よいしょ、では倒していきましょう。こいつ致命で殺さないとダメな気かな、確か。うわ、やめろ、待ってく。あら、指名が取れない。倒したか、まだか。よいしょ、
よし、第二の弾を取れましたね。公園でいいのかな。炎属性の武器ですね。で、フーリーを見る限りでは体験的な感じですね。うん、振りは遅いけど攻撃力が高いのかな。随分大きな石板だな。何か文字のようなものが書いてあるが俺には読めないなと。怪しげな器具が置いてある。一体何に使うんだ。ちなみにさっき出たゲンマの人の、ゲンマの人、ゲンマの声も、ちょっと違いましたね。うん、よいしょ。あれ、このゲンマなんか出てきてすぐなんかローリングとかしてくると思ったけど、ん？あ、出たこいつ。こいつは魂を吸うんですよ、この現場は。で、こいつは、ああ、そうそうそう、こうやって自分が吸収した魂とか記録を取られるんですよね。離れろ、返せ。よいしょ。よいしょ。あー、まだいる、もう一体いる。この縦切りで当てたいね。よいしょ、届かないか。よいしょ、よし、くれ。よし、いっぱい出た。で、封印を解いて、外に行きましょう。ん、ここも封印解いてないの。うん、これで解いとこう。よしと、じゃあ強化しようかな。どうしようか。とりあえず弾はまだ多分封印しな、強化しなくて多分大丈夫かな。まだそんなすぐいらないと思うからな。とりあえず、武器の方を強化していきましょう。うわー、これ結構使うな。これ結構で、強化すると形状も少し変わるんですね。はいと、よいしょ。で、あ、これ便利ね。保存しとこう。保存しました。よしと、行きましょう。おっ、吸収。わあ、この忍者系は避けるんだよな。逃がさん、魂吸収。どうしようかな。ボス倒したからキリがいいから、今日のところは一旦ここでやめますか。次回はね、またこの続きからやっていきたいと思いますね。まあ、うん、ちょっと下手くそだけど頑張ってクリアしていきたいと思うのでね、よかったら高評価と、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それじゃあ、バイビー。